金融機関の資金のやり取りを行う全銀ネットのシステム障害で、500万件以上の取引に影響が出ていることが明らかになりました。全銀ネットのシステム障害はおととい朝8時半に発生し、45時間以上が経過していますが、まだ復旧していません。昨日午後4時半の時点で、延べ506万件の振り込みと入金に影響が出ているとし、 少なくとも87万件についてまだ振り込みができていないということです辻松尾理事長は多大なご迷惑をおかけしたことにお詫び申し上げると謝罪しました障害の原因は各金融機関とのシステムをつなぐ中継コンピューターだったとみられています